HKT48 熊本県出身の19歳みくりんこと田中みくです。イエーイ。今から早速撮影に行ってまいりたいと思います。めちゃめちゃ緊張しているんですけど、すごく楽しみなので、まあ、地元熊本でたくさんなんかこういろんなシーンを撮れたらいいなと思います。おはようございます。このなんか全然なんですここ行こうとしてなかったんだっけ。もうこの熱してます。これのいいところはただ日が落ちるだけじゃなくて砂浜に砂浜が、そうなんですよ、うん、そうそう、この模様っていうのがここしかできないんです、うん、そうです。それを見に車で行って、いつぐらいですか。去年行きました。去年の6月ぐらいに行きます。6月かな、違う、去年の夏とかに。めっちゃ細い道を行きます。あ、そうなんですよ。そこが実家があるところです。めっちゃ綺麗でした。この山の裏です。あ、これですか、うん、ここめっちゃ綺麗でした。バイ。電車が来ました。なんかいいですね、新鮮です。すごい、九州で2番目くらいに古いって言ってましたよ。すごい雰囲気が。宇都市ですよね。宇都市のカーネーション屋さん、なんて言えばいいのカーネーションがいっぱいあるところに連れてきてもらいました。めちゃめちゃいっぱいあります。このなんて言うんですか、ビニールテントっていうんですかね、が他にも向こうにも2カ所くらい何個かあって、めちゃめちゃいろんな種類のカーネーションがいっぱいある。綺麗。撮影はまだこう喋ってるシーンの撮影はまだ撮ってなくって、これからどんな感じなんだろうなって楽しみなんですけど、さっきもこう電車に乗っているシーンだったりとかを見させていただいて、すっごくレトロな感じにも撮れていて、よく撮れてて本当に本当に完成が楽しみで仕方ないです。スタート。綺麗だし、赤も好き。これぐらいで大丈夫ですか。
母さん、でもちょっと最近は自分ももう20歳にもなるし、なかなか素直に感謝だったりを口にして言う機会も今は少なくなってきたから、この場を借りて言いたいと思います。いつも HKT48 の活動とかも応援してくれてありがとう。一番のファンだよ。今日はお母さんが一番大好きなお花が本当にカーネーションなので、こうカーネーションがいっぱいある中で、なんだろう、ママのふるさとっていうなんかもの作品を撮れてすごい楽しかったです。ママ見てる照れる。でもこのトマトはなんか桃みたいに甘いって聞いたのでこれです。甘いの好きなんですか？はい、甘いの好きです。でもイカも美味しそうだし、うわー全部美味しそうです。決めれない。よーい、スタート。美味しくなかった？いえ、ちょっとしょっぱかったですけど、私、死ぬ前に最後に食べるとしたら、この海苔が食べたいです。え？まだ若いのに何言ってるの？ですよね。はい、OK。おはようございます。おはようございます。今日はよく眠れましたか？はい、めちゃめちゃぐっすり眠れました。どうですか撮影、朝からですけど。はい、撮影2日目なんですけど、2日間とも雨予報だったんですけど、私すごい晴れ女で、今日も見事に晴れてるのでこの調子でいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。最初ちょっと向こう何個か あれなんですよ、ここなんか見てるっていうシーンをやって、最後はここに、はい、トマトがトマトのところがここにいると思いますけど、その前にこういろいろ見てるっていう、遠くからも聞こえてきてる感じで言われて、それで
なんか一瞬こう気づいて、ゆっくり気づいて、ゆっくり見て、で少し間を置いてから少しそれ、はい、テンポが速くなって行きます。僕は待って、僕の名物の舞姫っていう物語があります。はい、今日スタート。よかったらいかがですか？そのトマト、桃と同じ糖度ですっごく甘くて、宇都の名物の舞姫っていうトマトなんですよ。そうですよね。宇都名物の舞姫っていうトマトなんです。アドバイスをいただいて、すごい演技のお勉強になります。とてもいい作品に出来上がってるんじゃないでしょうか。もうそろそろこの作品も撮り終わるんですけど、結構すごくいい感じになってるんだろうなっていうワクワク感が大きいです。引き続き頑張ってください。頑張ります。はい、OK です。はい、じゃあ今度逆で撮ります。はい、今度ね、こっちからここら辺に立ってもらって、見てるって感じかな。こっちから今のお芝居をここでやってるような感じ。はい、気持ちいいっていう感じですって。その時で顔だけ注意して、こう難しそうな顔しちゃうとあれなんて、こうなんか、ね、あくまでもちょっと爽やかな感じで。はい、おーい。スタート。もしもし。うん、今着いたよ。お母さんが回る。おえざい。にゅっ。にゅっ。やって。いい感じで今メイキングになってる。疲れちゃうかも。はい。行きます。はい、待った。よーい。スタート。もしもし、着いたよ。うん、今ね、お母さんが育ったところ回ってる。本当にいいところだね。うん。大丈夫だって、私もう20歳だよ。うん、だからおばちゃんここに迎え来てくれるから大丈夫だって。うん、また連絡するね。じゃあニコニコしてよ。ニコニコしたら可愛いよ。
習しますよ。はい、いいよ、かぶってた大きいね。トマト好きな人、はい、はい、はい、いいじゃないですか、大丈夫です胸が苦しくなった。どうですか、似てますか。姉ちゃんのこと見てみて、かわいい15年後ってことですよね。そう、もうかわいい、ピュアすぎて、かわいい。大きくなったらお姉ちゃん、そう、私になる。嬉しいね。嬉しい、嬉しいね優しい子あれだよね、なりたいお姉ちゃんいるの。誰になりたいんだっけ。誰？言ってたじゃん。誰誰聞きたい。かわいい。かわいい。ねえ、見るんだ。ね、踊れるんでしょ。ね、踊れるもんね。すごい。お姉ちゃんもすごい踊れるんだよ。興味なさそう。興味なさそうやった。かわいい。じゃあ行きますか。トマト大丈夫。あ、入れました。はい。かわいい。お腹いっぱいになってない？大丈夫。本当？お姉ちゃん可愛いから照れるね。うん、可愛い、可愛い、ね。照れちゃうね。照れないね。可愛い。少女。メイキングで一言も喋ってないよ。え、でも聞いてください。今日あっち向いてほい初めて知ったんですよ。うんね、ちょっとやってみた。私は最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。あっ、よーし、シーン4スタート。今から15年も前のことですが、私にとって素敵な思い出だったことを小さいながらも鮮明に覚えています。なんかちょっと今日本質的に暗かった。すいません、もう一発いきますか。うん、はい、じゃあ、はい、テイク2です。はい、よーいスタート。今から15年も前のことですが、私にとって素敵な思い出だったことを小さいながらも鮮明に覚えています。うん、もっと楽しそうな感じでいいです。うん、なんか鮮明に覚えていますみたいな、ちょっと笑っちゃう、なんかニコってなっちゃう感じの。はい、テイク3ですね。はい、テイク3。はい、よーいスタート。今から15年も前のことですが、私にとって素敵な思い出だったことを小さいながらも鮮明に覚えています。はい、めっちゃ食べちゃった。めっちゃ食べてました。一番食べてましたよね。もう本当だって今回美味しいものがねテーマだから。違った。いやでも本当に私一番ってくらい大好き。それを目の前にして、あら、罪だな。いいんじゃないですか。あーねー、めっちゃ食べちゃう。すごい誘惑しちゃう。手紙大好きなんです。本当に手紙を食べてない人は人生損してます。確かに、本当美味しいですよね。美味しいですよね。ある、馬刺し食べたことある？ある？ないよ。食べないと人生損だよ。中学生ぐらいだったかもしれない。確かに。今ちょっと早かった。親戚のお客とかでおじさんたちが食べてる。確かに確かに。
確かに熊本では普段はね、食べれないから、ね、もう一回ちょっとあれやってあっちみたほうがいい、あっちみたほうがいい、今日初めてやるみたいで知ったもんね、初めてあっちみたほうがいい、はい、いくよ、やるでしょうか、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、うぅ最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、うぅ最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、やられちゃった、やられちゃった、負けた、悔しい、勝ったね、よかったよかった、そこで遊べるね、これでね、今日一の笑顔だからじゃあ田中美久さん、はい、クラップです、わー、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、じゃあ最後に一言お願いします、うわー、もう本当に素敵な作品になっているので、一人10回は見てください。